ゴールデンウィーク後半の四連休は気温が高いところも多くなりそうですね、うん、そうですねまあ一言で言うと晴れて暑い、うんはい、そんな状況になりそうですええー、まずは天気の方アイコンで見るとこうなりますで、はい、ちょうど今回のこの連休はこの期間になるわけですけども はい。まあかなり広範囲でしっかりと晴れますね。うん。うただ六日になるとね、ちょっと雨の方が降ってくるかなといった状況になるわけですけれども、えー、で気温の方はどうなっていくのかというところなんですが、こちらの方を見ていくとですね、あのー、結構夏日の日が多いんですね。はい。であ仙台でも夏日。この辺りはこれ七月並みです。はい。で、えー、東京のちらあ金沢、あとは大阪、こんな感じで。 結構夏日の日が多くなるといった状況となります、はい、ですので先ほどあの仙台は7月並みと言いましたけども東京でも6月中旬から下旬に近い形あと西日本の方に行くと少し抑えられるんですがそれでも6月中旬並みといった状況となりそうです、はい、まあそんな中北海道はですね少しアップダウンがあってね4日だけ少し下がるんですねこちらはちょっとまあ極端な暑さというところからはあ少しこう開放されているそんな状況かと思うんですが あこのタイミングでこれだけの気温になってしまうとどうしてもやっぱ熱中症になりやすくなるので注意していただいた方がいいいかなと思いますね。はい。最新の気温の情報についてもアプリウェザーニュースから詳しくご確認いただけます。